未だに意味がわからないアニソンの歌詞、持ってけセーラー服。2007年にテレビアニメラキスタのオープニングで使用された、個人的に R&B のあつきさんのダンスが脳内をよぎるでおなじみの曲ですが、2022年15年経った今ですら全歌詞の意味が理解不能とアニメ界では謎に包まれている。謎すぎるがあまり個人解釈がネットではかなり多く出回った。実際にその歌詞を覗いてみよう。あーいまいさんせっち、それはプニってことが一緒。もうわけわからん。死者誤入したら怪文書と言っても過言じゃないでしょう。ちなみに作詞を担当した畑亜紀さん曰く、制服とスカートの際どい隙間ですね、そこから肉がプニってはみ出ると女子的にはダメって感じとのこと。あ、この調子じゃ全歌詞理解は絶対にできない。理解できたやつは問答無用で原告5。海外で荒稼ぎした日本で広まってほしいアニメたち。天元突破グレンラガン。シンプルな設定で穴のように深い作品。2007年に放送されたアニメで、ロボ系ではエヴァやガンダムなどが例に挙げられがちだが、海外の批評家たちにも好評な作品。日本でも見ている人はいるが少なすぎる。男のロマンがぎっしり詰まったもっと広まってほしい作品。リトルビッチアカデミア。とあるイベントの参加作品として作られたが、ネットで公開された後、ファンからの続編を望む声が多数寄せられ、クラウドファンディングにて6時間で目標達成。集まった金額は約7400万円。その後 VR ゲームのクラウドファンディングでは500万円達成。しかし日本で見たという友人を俺は見たことがない。おお、友達が少ないとか言うな。プロメア。2019年に公開されたアニメ映画。この作品は異形な放火テロと特殊な消防士の話。映画公開から3週間で累計興行収入が116万ドル、日本円でいうと1億2000万円を突破。北米で公開された日本アニメでは歴代20位に入る作品らしい。半日で9月19日は全米興行収入第3位の快挙となった。他にも広まってほしいアニメあったらコメント欄で教えて。アニメ中毒度チェック。これからする質問に何個当てはまるか確認しよう。1つ目、話題のアニメを見ることが多い。自分の好きなアニメは共有したい。マイクール何をやるか調べて見るアニメを選ぶ。好きなアニメは何周してもいいものである。アニメの放送日で曜日感覚を保っている。0から2個当てはまったら異常なしのアニメ好き。興味あるものを見ていこう。3から4個当てはまったら深夜アニメまでチェックできている、いわゆるアニオタだ。そして5個当てはまった、そこの君おめでとう。君は晴れてアニメ中毒だ。将来はアニメキャラとの結婚だな。ちなみに俺は全部当てはまったので実質異常なし。みんなの結果はどうなったかコメント欄に書いてみてくれ。